夏目先生、夏目先生、なんかプレゼントが届いてたんですけど。あー、ファンの人や。ワンピースかな、鳥のワンピース来ました。かわいい鳥のワンピース、お誕生日プレゼントかな。ありがとうございます。送りたい人はじゃあこっちに、はい、あの書いとくんで、ここにあのください。もう一個来てました。花柄ですね。どなたかから分かりませんが、ラブリーなピンクの服着ました。ありがとうございます。まだあるの？なんか、はい、僕からのプレゼント持ってきました。何？お腹空いてます？たくさん食べたいですか？いいって、たくさん食べたくないって。腹減ってないから、こんなん食べるほど。だってこの前言ってたじゃないですか。いや、食べたい言うたけど。一緒に食べましょうよ。でも今日議会っていうか総務の視察終わっていろいろ疲れてるんで。あ、じゃあぴったり。これ食べてチャージするわ、気持ちも。テンションが今日低いね。嫌なことあったからテンション低いね。これで笑えたら元気になるわ。大石さんがおもろいことしたらマジで元気になるかも。俺にかかっとんねや。うー、今日あかんわ、全部あかん、今日全部あかん。え、一回爆笑したら暗い気持ちが晴れるかもしれない。でんてけでーん、でっか。これ重さ結構あるよ。うん、重いな。混ぜんの大変すぎな、これ。そろそろいいか。あー、で、いつ秋のこと笑かしてくれるの？今から。今からっていうか、一緒に食べます。もう、こっちに来たら、俺さ、何その絵面、おもろすぎ。ひょっこりはんみたいになってるけど、もうちょっとここら辺に来たらいいやん。じゃあ、なんその顔何。いただきます。美味しいけど、水足りんくない？うん、ちゃん、え、そう。パサってしてる気がするな。普通にうまいけど、ただ、食べれるかどうか。やっぱソースだけある方がうまいな。あんまついてない方が。全然ついてなくない？マジで真っ白い。ペヤングチョムランマする？白いとこ？よいしょ。グチョムランマ。ちょっと待って。大石さん大得意のペヤングチョムランマエベレスト。で、ちょっと待って、マジで重い。マジで重いピー。ペヤングチョモランマエベレスト、ちょっとパンちゃんマジちょっとペヤング富士山ぐらいにしとく。いや、いいよこれで。うん、え、どう、濃いなってきた味？濃いなってきたし、チョモランマの味がする。どんな味と思った感じ。よくわからん、よくわからん。なんかおもろいことやってよ。おもろいこと言ってよっていうさ、雑な扱いなんなの。そんな雑な無茶ぶりに答えれるのがおいしい。たつき。雑やー。じゃあ、渾身の一撃の顔やって。渾身の一撃の顔。3、2、1。それは問題は。じゃあ、ひこまろさんになりきって、最上級のコメントください。3、2、1。焼きそばの流れる川の宝石や。全然問題、シビアが最低や、それ。最低じゃん。チョモランマ、チョモランマ。ラストスパート頑張ろうや。あとちょっとなんやから。俺はちょっとじゃないんで。俺ちょっとちゃうねん、わかる？わかる、わかってよ。おやきさんが買ってきたよ。でもなんか当分ペヤングいいわ。頑張れ、おいしさん。無理。食べたー。ごちそうさま。じゃあ、おいしさんのこと応援しよう、あとは。で、やりますから、恒例の応援。マジでまたやんの？応援タイムに入りました。またやんの、あれ。もういいって、はい、じゃあ、準備できたら掛け声しますんで。じゃあ僕も恒例のやつやっていい？予行練習。うん。おつかんで。もっと大きいリアクション。大きいリアクション取ってはやめてって言ってるよ。いつも言ってるよ。なんやねー。
宇宙のワード使って。宇宙のワード、うん、何宇宙のワードって。宇宙使ってリアクションして、宇宙の表現で。いいよ、無理ってことなんかないって。無理って、無理なことないです。あるよ、ちょ頭で考えてよ今。うん、宇宙で。じゃあ待って待って、今待って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 、宇宙のリアクションしてって。待って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 、宇宙のリアクション今でも意味が分からないけど、プリンセス天候しか思い浮かばんねんけど俺。でいいよ、それ焼きそばと絡めて。え、プリンセス天候って焼きそばを絡めるっていうリアクションも僕も分からんねんけど意味が分からんねんけど。宇宙で沸かして、こんな味は獅子座流星群のようや。ちょっと足りんな、足りんな、もうちょっと声張り上げると。全然詰めすぎちゃうかんや。うまいことやってくれや。サソリ座の月のネイルらしいよ。色とかほらちょっとこう紫みたいな、サソリみたいな。で宇宙のこうイメージでこうキラキラみたいな星が、だからギャラクシーネイルなんやって。なんもない。何これ何今の。そ今のええな。今のいいん。なんかこれでもっとおもろい声出してやるから。なんか分からんって意味が分からんし。おもろいことって何なの。怒ってして何なの。猫の毛とかやるの。これで宇宙でおもろい声。ドッテン解明。なるほど。他は？他？トラウマになる。天の川。そんなんちゃう。だってこれしかできへんの。これってなんかこう握りつぶすみたいなイメージや。火星、木星、水星。ちょっと。この手で惑星ブジータ破壊したみたいな。そういう笑い欲しい。フリーザの一言みたいな。そうそうそう。この星もろとも浮き飛ばしちゃうで。え、なんかかわいいそれ。もっと声深くしてよ。この星もろとも浮き飛ばすで。この動画の話が今まで。今のまあまあよかった。70点ぐらい。そんなのあれそこで使ったらいいや。うんよ、聞いたら握りつぶしてやるわ。やって。名前変わったり。え、金玉になってない。うん、金玉握りつぶしてやるか。パンの金玉。パンの金玉握りつぶしてやるか。おもろいな。もうそれで笑ってくれるんやったら、僕はもう今日パイアンで食った甲斐がある。どう、おいしさ。夏目さんもね。うん。応援いる？応援をよこせ。え、何そのキャラ。ポルポル？ポルポルはペヤングに、せーの、負けない。頑張れ頑張れ。金玉握りつぶしてやろうか。俺の足元に立ち上がって、金玉握りつぶしてやろうか。いくで。なんでやねん。なんでここ来んねん。金玉握りつぶしてやろうか。おい、気に入ったよな、ファンも。金玉握りつぶしてやろうか。やめてくれ。食べました。どうやった？ペヤングせよ。握りつぶしてやったぜ。ペヤングせよ。握りつぶしてやったぜ。